私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らなら大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つっても
うちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。そうね。なんや札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。西島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。あ？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。元東条会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東条会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが敵から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん？おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、気流の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も気流とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだ
ここは一体、おじさん。はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方に出会った頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。キリュウちゃん。真島の兄さん、東条会の射程頭、直系真島組組長、真島五郎、シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の東条会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく東条会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。キリュウ、西島、かつて18人の敵を殺したとして、東条会の伝説と語り継がれる極道西島大河。俺と初めて出会った時、西島は脱獄囚だった。その後、運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、東条会直系西島組を立ち上げている。だが2012年冬に再び脱獄、大海連合7代目の陰謀に巻き込まれ、東条会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。キリュウ。伊達さん、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされた。だがそれから何年もの間、俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。おじさん。大地、浩二、三尾、シロ、綾子、泉、リオナ、エリー、親の顔も知らないこの俺が沖縄に児童養護施設朝顔を作って引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だが今の俺がまたこいつらと暮らすには、まずやらなければならないことがある。それには長い時間が必要だろう。キリュウさん。秋山、カムロ町の町金、スカイファイナンスの社長、秋山翔。昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたという。
それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥かを守って俺の代わりに体を張ってくれていた。四代目大吾、かつて俺の都政の親であり東条会の大幹部だった堂島宗平の一人息子、極道の世界から距離を置いていた大吾に俺は東条会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが25000の子分を抱える東条会を束ねていけるのは堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。